喫茶マウンテンは、名古屋市昭和区滝川町の喫茶店。通称、マウンテン、山など。喫茶マウンテン看板甘口抹茶コクラスパ、甘口バナナスパ甘口メロンパン風、スパ2018年2月1日に創業50周年を迎えた新生喫茶店。創業当初は、近隣の大学生向けに、大盛りスパゲティやピラフを安く出すことを特徴とする店であったが、 1990年代に甘口スパの第一弾である甘口抹茶コクラスパゲティを試行錯誤の末に開発し、さらに甘口イチゴスパゲティ、味噌ピラフ、サボテンピラフ、イカスミかき氷、マンゴースペシャル、シルコスパ、生酢煮込みスパなどといった300種以上の試食メニューを提供する店に変化し、愛知万博やインターネットの普及などもあって2005年頃より、 愛知以外でも存在が知られるようになった。耐震対策のための店舗建て替えにより、2006年11月5日から2007年6月29日までは営業を休止していた。建て替え後は看板の旧店舗の絵の上に新店舗の絵が貼られている。試食メニューは、名前からは実物が想像しにくいものも多く、あえてどんなものが出てくるかわからないものを楽しんで、 注文する客もいるという、一部のメニューを除いて分量が極めて多いため、一人では完食できないものも少なくない。このことから、店名のマウンテンを山となぞらえて食べきれずに残してしまうことを、遭難、完食することを、登場と言い表すようになった。2010年冬からは、マウンテンに登場してみようと書かれたスタンプカードが作られた。カードには、 当期限定である甘口いちごスパを含めた4種類の甘口パスタの項目があり、それぞれ完食時には登場できなかった時には遭難のスタンプが押される。すべて押されたカードで甘口パスタ一食と交換できる。なお、注文は中学生以下もしくは高齢者を除き、一人一品以上頼むこととされており、複数名で、 来店時の会計は全員分まとめて行うというルールがある。創業以来メニューを考案してきた初代店主は2019年12月に直腸がんが見つかり引退したが、長男が二代目店主となり、孫と共に味を引き継いでいる。ありがとうございます。